まあまあ国です今日はおうちでもビヨンズ学校これについて12人分解説まあ次回への魅力希望のつなげ方みたいなそんなものをお届けしたいと思っておりますお付き合いいただければ幸いでございますさあビヨンズ学校これね まあ、今日は2020年の4月26日ですから、一応12部12部だって12人完結したんだと思うんですけど、これどういう風な感じだったかっていうのをお話しながら。まあ、ゆるり、ゆらりとビヨンズの魅力につなげていっちゃおうという話でございます。お付き合いいただけたら幸いでございます。じゃ行きましょう。まず、前田心体育の授業を担当します。で、ここ先生と呼ぶべきだそうで。 例例にに始まり例に終わるいわゆる空手の基本というのをね交えながら授業を展開していってくれるそういうような内容でございますまあねあの気になったのは気にしなくていいんだろうけど左足がちょっと外反母趾っぽくてやめなくていいレベルのそれだけです、ね、健康にやってくれたらいいですねあとはまあ最初の前ここがこのこれが超かわいいんでそれ見たら いい気持ちかなっていうようなスタートでございましたで続いて一岡レイナちゃんねえいっちゃんの鉄道歴史電車はなぜ人が並ぶところにドアが来るのだろうこのニュートンがねなぜリンゴが落ちるのだろうって言ってるような非常に着眼点の鋭い切り口でございましてねえ発想が良かったですねで結果人を駅名に例える そういういことにたどり着きますでなんだっけな「アップトゥーボーイ」で連載中の「ビヨンズすごろく」というのがあってまあそれ見ないといけないんだけどブログとかツイッターとかにも少し少しの断片は、うん、確認できるかなっていう感じでしたであとなんか全員の人数分のが揃ってないってことなんでこれに関してはもう少し楽しみにしながらやっていくと広がりがあるんじゃないのかななんて思いましたでそんな感じで次は平井美桜ちゃん 3人目ですねでダンスの先生クラシックバレエの基本姿勢のレクチャーで、えー、家でエクササイズしろって話だと思います。ね、や,やってみました。でなんか人形出てきてね AGA 対策みたいなやつなんだけどそれで説明してくれたりあとこれ良かったのはあの子供の頃のミオちゃんの写真が2枚見れる。うん、なんかバレエやってるね感じの。 ね、こ,れいいのこういうのいいですね、シンプルにね。可愛かったですで。価値あるなと思いました。BGM は平成バージンジャンプと、ウィニードはネームでございました。続きましょう。えー、岡村みーちゃん、み,みちゃん、みーちゃん。うん、でみみお姉さんと呼吸を覚えよう。完全に保育園の生徒向けのトーンで始まってくれて。うんって感じです。 で内容はね、この政治背景を可愛く言ってたりで、ね、子供にちょっと難解にしていくんだけど、国旗の説明いちいちですよ。うん、戦争の歴史はそういうことは言わない、うん。可愛く、数字も分かりやすく言ってくれる。うん、でウェールズの説明が笑顔ですごく、うん <laughs> そ、そういう感じで言うんだと思ったよ。あっ、あっポイントです。 あ,であともう一個分オーストラリアの移住をちょっと匂わせてそれも笑顔で言ってんだけどあもう行かないでって思う, <laughs>、ね、そ,う,いうそういうことでございましたね意識可愛かったんでもう全部忘れましょうじゃ続いて西田しおりちゃんでしおりん先生で教えるってよりウォーミングアップのしおりんをひたすら見る動画って感じだったと思いますでまあ跳び跳ねるしおりんがとにかく可愛いいんでそこ見ればよかったのかなっていう そんな感じ BGM は高名川ゲートウェイができるまでのねやつでございますじゃあ続いて、えー、小林穂乃華ちゃんでガチ音楽講座音楽の役割とはこれ僕良かったですよ何人かちょっと話してたらいろいろ言う人いたけど僕,僕好きですよでクラシック音楽バロック時代からアメリカのジャズのスタートまでそれを何との音楽の授業形式 僕らが小学校中学ぐらいの時に受けてた音楽授業形式で進めてる雰囲気でした。うん、まあこのアーやってなければでも <laughs> スルーでいいかなっていうようなことですけどま、うん、あのお嬢様的な売り方が好きですよ。うん、そういう人いっぱいいるでしょ。BGM は、まあ、名前が欲しいのよですよ。 であと、そこを流れてて、途中から高輪ゲートウェイと、キノコタケノコ大作戦につなげる。まあ、クラシックと関係ないけどね。うん、まあ、僕、見ててよかったなと思ったんで、この動画は次が楽しみです。じゃあ、ここまでね、ここまでが前半だったんですよ。これで撮ろうかと思ったんだけど、もう全部まとめた方が面白いかなと思ったんで、引き続き行かせてもらいます。こっから面白いね、これ出てきますよ。 今までも面白かったけど清野桃姫7人目「桃姫ヒューマンボックス教室 in マイハウス1」でね最初のね「よろしくお願いします」の後に3人の声が入ってて誰なのかなと思ってメンバーで探したんですけどこれ10回ぐらい聞いててこれ以上聞いてるとちょっとダメになるなと思ったんでやめたんですがヒントあったら教えてほしいんだけど。 僕はっちゃんくるみんうーたんだったんじゃないかなと思ったんですよね何もでも確証はないんで気づきがあったら教えてください内容言っちゃいましょう格好つけてボイパをやれって話でがこれやばいでかねももひべはもう何やっても隠しきれないスキル感あるんですよねこれはすごい彼女に向いてる企画な気がしましたよね でまあ、ただ、ももひめをしてる人は、これ見てると、どん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 他のメンバーでは満足いかなくなる感じ。そういう中毒性は少々あります。ね。キーワードは、ボッピッツ、ボボッピシッツ。間違えてるかな。ボツピシッツ、ボボッピシッツかな。そんなやつ。や,やんなきゃいけないから、これ見ると。ね、あと、やたら褒め殺してくれますんで。のこの、集中できる人には気分いい動画だと思います。 じゃあ続いていっちゃいましょうえー、っと今度は8人目かな8人目は山崎ゆはねうん道徳山崎先生でユハエモン先生時に軽いオリジナル曲が聴けるんでこれはもうゆは好きだったら声も何もかも全部最高っすねで BGM はそうです、ね、でもか,かわいいオリジナルなのかドラえもんの中で出てくるのかちょっと僕ドラえもんも最近の見てないから分かんないです ね、最初の湯波の髪型と眼鏡がとてもよくてで基本的になんか言ってる情報は、まあ、僕にとってはどうでもいいやつなんですけど129.3「いい肉3つね」ね覚えろみたいどうしよう」ってねあと「好きな人」は複数系出てきて、まあ、それもまあねどっちでもいいんですけどねでこういうたぶんツッコまなくていいやつなんですけど 油波やたらかわいいから今の時期の湯波を見逃したくないっていう人、まあ、全員そうだけどはと特にいいっすよってことでございましたねまあこれでいいでしょ高瀬くるみ9人目いっちゃいましょうえっとね野菜ソムリエの高瀬くるみ先生ねなんか BGM はビタミンミーですよでにんにく小松菜柑橘類かんき類最後ビタミンをかけて A ちゃんと書いてねこれかわいいっすよ くるみ自体も髪型も今最高に可愛い、うん、ね話し方も昔から可愛かったけど、うん、なんか世界観もいいです。す素敵な女の子っていうのできますね。じゃあ次行きましょう。江口さやちゃん、ね。お菓子の授業を担当し、さや先生って感じです。で、お習字でお菓子の名前を書いてみようっていうコーナーなんですけど、で 江口さや先生ね、このね、えー、マカロン。マカロンが一番好きな食べ物っていうんですね。で、マカロンを習字で書くんですけど、俺、そんなに知らなかったんだけど、超絵心があって、最後もいちごとか書いて、なんか可愛くてよかったですね。あとで2作、アイスとモンブラン。モンブランは僕らさやとなんかモンゴルマンみたいに見える、うん、行かなくていいやつだけど、<laughs> 感じなんだけど。 なんていうか伝統的なハローの画伯系っているじゃないですかバースデーイベントとかで,でよくねあのコーナー出てくるやつなんだけどあれよりは全然進化されてて進化と言っちゃいけない彼女なりの特徴が出ていてなんか僕は見てあ伝えたいこともわかるしいいなと思いました芸術すげえわかるわけじゃないけど芸術家的なセンス感じるやつも、まあ、見てほしいですねでまあ BGM はこうウエスト 江口の着てるラコステも可愛かったし部屋の感じも、うん、なんかいい家に育ってんなって思えるやつでしたじゃあ続いて島倉里香ちゃんリ香ちゃんも可愛いね、うん、BGM は「平成バンジージャンプと」えっと「タイムスリップ」するんですけどその後は「熱い」が流れますでなんかジ「ジュラ紀童童」とか言ってたんだけどイラスト恐竜の毎回描くんですよでそれもう まあ普通っちゃ普通なんだけどなんかあと小さいサイズのホワイトボードにう叩きつけたりとか雑っちゃ雑なんだけどそういったところがリカちゃんがやることですごく絵になっているっていうかうんなんか見る価値あるふうにさせてるのがさすがだなと思いましたまあ、島倉リカちゃんも含めてなんだけど最近の美容ってすごくルックスちょっとアップデートしてる感じありますね去年の ねえなんかのサンリオのやつでも見てて思ったんだけどあの時に喋ってる感じとかより全然なんかギア入れて今年のこの一連の感じっていうのかなあのビヨンズチャンネルもそうですし「おまけチャンネル」とかでもそうだと思うんですけどをいきなりステップ上げてますよねこれすげえ楽しみで今できること着々とやってんなっていう感じが。 好感度興味そそりますねっていことで,ございましたでじゃあそんな感じで最後「里吉歌のちゃん」これは今日さっきアップデートされてそれでこれが取れてるってことなんだけどうん。でテーマは「好きを見つける好きを極める」。我々ねえもう皆まで言わなくても「好きを見つけてるそんな仲間じゃないんですか?」。<laughs> 余計なこと <laughs> すいません。 <laughs> ね、それううテーマでしたで「ウ、えータン先生良い響きです」っていう自己投資するとこも超可愛かったですね,、うん、ねで俺科捜研の女とか見てないんであの引用全然分かんないんですけど白衣のウータンがめちゃくちゃ可愛いんでそこを見るだけでも確認したらいい,い,いかなってやつだと思います BGM、ね、は日本の DNA でしたまあ全員 これ見といいてそんなしなしやつですよ音楽同行っていうんじゃないんだけど今の美容のメンバーがこの「お家でビヨンズ」は特にそうだと思うんですけどこの画面の中でどういうふうに映るかっていうとこ研究してきてる気がしますね。で動画編集さこれさっ昨日か飲んでるちょっと人たちと話し聞いてたら全部自分でやってる説があるんだけどこれここまで全部自分でできるのかな そしたらもう YouTuber 的に負け負けですよね。<laughs> このままやっていくから。あの、もうちょっと、そう、チャンネル登録してください。サブスクライバーができてきたら、予算全部もう、全部使っていく。イベントであったり、動画だったり。ね、まあそ、そういう感じのやつなんですよ。ちょっと話ずれそうだけど、動画のスキル高かったっていうことで、ビヨンズチャンネルと、おまけチャンネル見逃せねえぞというような雰囲気でございました。まあ、今日はそれを伝える動画ということでしたね。 シリーズする感じらしいですからそこもまた解説できたらと思ってますじゃあまあ今日は日曜日ということで週の終わりの感じの人も始まりの感じの人もいると思います引き続きこんな形で皆さんとご一緒できる機会というのを続けていきたいと思いますのでまた見てねじゃあまた